都イ町都ウ町は、北海道南部、大島市長、現、都道総合振興局管内の亀田郡にあった町。大島半島の南東部に位置し、2004年、平成16年12月1日に同じく、大島半島南東部の亀田郡軍町、都道北家村、カ部郡南カ部町と共に、函館市に編入された。編入以降は、函館市と一緒管内に相当する。 漁業が盛んであり、まさき半漁であった江戸時代にはすでに昆布の産地として知られていた。地理の面では、町内の潮首岬が、北海道本州間が最短距離となる地点にあたり、本州側地点の大間さまでは 17.5km と、晴天時には、死人が可能な距離にある。その距離の近さから、戦時中に、函館から都井町に至る、鉄道省都井線。 未成線が計画され、後に津軽海峡を経由して、大間町との間を鉄道で結ぶ計画があったが、実現しなかった。道路についても津軽海峡大橋計画が、存在したが、豊井町時代には実現しなかった。町名の由来は、アイヌ語の、食べる土のあるところの意とする説や、とある、小イミスルが転化したとする説、単に、どの意とする説などがある。 現在の都道総合振興局管内中部に位置し、函館市東部、旧、銭亀沢村、現、銭亀沢支所に隣接していた。北部は200メートル級の山間になっており、南部は国際海峡である津軽海峡に面し、下北半島に対する。その距離は、約17.5キロメートル、潮首岬大間崎間で、北海道本州間の最短地点である。 かつては、和人地の境界で、塩首三崎伊勢が、和人地、伊藤が、江戸地であった。山、河川の名称は、函館市都市町発行の資料による、都市町における人の収集の痕跡は、縄文時代早期、約1万から7千年前まで遡ることが、可能であり、最も早い時期の遺跡として推定されているのが、海老コ川一遺跡である。 後期の遺跡としては、問い替え塚があり、骨格器や海聖の腕は、船型を模した土製品などが出土している。重骨は、陸上動物では、エイゾシカ、ヒグマの水生生物ではオットセイ、トド、イルカのものが発掘されているほか、貝類では、タマキビや紫インコが発掘されている。特に、これらの貝は岩礁に生息するため、 当時から都井町一帯の海岸線が岩礁性のあるものだったとが伺われる。都井貝塚の出土品の一部は、函館市都井西部総合センターに収蔵されている。1968年、昭和43年に、都井町役場を建設する際の発掘調査で、かつて同地に、館、都井館が築かれていたことが分かった。14世紀後半に築かれた、岡部末住の館とみられ、 1457年の古車マインの戦い以前には落ちていたものと考えられている。また、都市町で出土し北海道の有形文化財に指定されている都市町いたびも14世紀頃のものと推定されている。慶長9年1603年に正木藩にアイヌとの交易独占権が徳川家康から認められて以降、しばらくはアイヌが和人地である。 マサキ城下を訪れる形での交易が行われていた。しかし1630年代に入って、江戸幕府が和人地とアイヌの居住するエゾ地とを明確に分離する意向を示すようになると、支配者となったマサキ藩により、和人地とエゾ地の境界が各地に惹かれ、往来を監視する番所が設けられるようになった。また交易は、秋内場と呼ばれる区域のみで認められ、マサキ藩がこれを独占し、 公益権を家臣に与えることで治療の代わりとした、秋い場治療制。秋い場の経営は18世紀前半から商人が、手数料を取って代行するようになり、秋い場は、場所へ、秋い場治療制は、場所を負育制へ変容していった。こうして、正木藩による支配が、お島半島一帯に拡大していく中、後の問い町域にも小安場所、小安場所や、問い場所が置かれた。 これらは、都市町と共に、函館市に編入された遺産町、都道北家町、南茅部町にあたる区域に置かれた、尻りがない、おさつべ、かやべ、野田及のいの各場所と共に、函館六か場所、函館六が場所と呼ばれ、主に函館の商人によって受け負われ、後の都市町一騎と函館等交易で結びつける、契機となった。また、和人地と江戸地との境界線は、 まず1590年に、正木藩主の松前義弘、柿崎氏、第六代当主、松前氏初代当主によって、塩首岬に引かれ、これより西を陣地、東を江戸地とした。18世紀には、都市町塩首から、よもぎ内側にかけての地区に引かれており、時代を経るにつれ次第に、東へ移動していった。元十三年、年の合町では、 塩首村までを、教法12年、1727年の、まさ西東、在郷江ゾ自称府では、セタラ、セタライまでを、まさ東在教としており、特に後者では、東江ゾ地の記載を志、志津が崎現在地不明と、与え主撃内、よもぎ内から始めている。また18世紀後半、天明6年、1786年の、江ゾ周囲では、 正木財南東の村々として、昭安よ、たら、世たらいまでを挙げており、東江戸地を、豊、豊、雲城や一個よたら村と境を接すの、割中ありから始めている。さらに、完成三年、1791年に、豊イ周辺を訪れた、菅井増美の、江戸の手振りにも、塩首岬周辺が境界であったとする記述がある。完成十一年、 1799年、豊を含む東江蔵地は、天領、幕府直轄領とされた。明治2年5月18日、グレゴリオ歴百8 6 9年6月27日に、五稜郭の会場で、函館戦争、母親戦争が終結すると、同年8月15日、1869年9月20日には、北海道にも、 大法律領に習った国軍佐政が施行、都東国萱部軍、亀田軍を含む11国86軍が置かれ、戸井村はこの際に置かれた萱部軍の所属となった。1879年、明治12年には軍区町村編成法が施行され、萱部軍、亀田軍ともに今日まで続く行政区画として、新たに萱部軍、亀田軍となった。この年、 西部の小安村と東部の戸井村の間に、街戸井村外市村古町役場が置かれている。1881年、明治14年、戸井村、小安村の所属は、茅部軍から、亀田軍に変更された。1902年、明治35年4月1日、二級町村制の施行により、亀田軍、と井村、小安村が合併、改めて、戸井村となる。 さらに1919 19年、大正8年4月1日には一級町村制が施行された。この間、1910年、明治43年には湯川、現、函館市間に馬車の運行が始まった。戦前には、潮首岬に津軽海峡防衛のための潮首岬砲台、津軽要塞の一部が設置されており、1937年、 昭和12年には道所への兵員、物資の輸送を目的に、軍用船である鉄道省問船が着工された。しかし、太平洋戦争の戦局悪化により1943年、昭和18年に不設が中断すると、戦後になっても開通されることなく、未成に終わった。あ、問村には1953年、昭和28年に、問村立問高等学校、 後の北海道都伊高等学校が開校し、1955年、昭和30年には、人口が8041人に達した。1968年、昭和43年10月1日に調整を施行、都伊長となった。1971年、昭和46年には、東日本フェリーが、北海道本州の最短距離区間であるとい、大間間に、 フェリーの運行を開始し、これを契機に、同1971年に、都市町は、青森県下北郡大間町と姉妹町の関係を、締結することとなった、詳細は、姉妹都市武士を参照。平成の世となった1998年、平成10年には、会期130周年を迎えたが、2000年、平成12年には、町内の人口が最盛期、1955年の、 半分以下となる3893人まで減少。少子高齢化社会の進展で行政運営は財政的に厳しさを増し、周辺自治体との合併を模索するようになる。折しも、この時期は1999年、平成11年の旧市町村の合併の特例に関する法律の改正より市町村合併が全国的に進展する。 いわゆる平成の大合併の時期であった。さらに2000年9月には、北海道庁から、北海道市町村合併推進要項が発表され、大島市町、当時地域での合併案が示された。この際第一案として示されたのが、後に実現する、函館市、都井町、江山町、都戸北家村、南茅部町の一市三町一村での合併である。このほか、第二案として、 都井町には、函館市、亀田郡上磯町、大野町、七江町の一市四町での合併案も示されていた。その後上磯町、大野町は2006年、平成18年に合併し、北都市となっている。合併協議が本格化したのは2003年、平成15年に入ってからで、先日の北海道市町村合併推進要項で、 1> 第1案として示された、旧函館市、江山町、都戸北家村、南茅部町の枠組みが選択された。まず2月17日に、函館市、都井町、江山町、都戸北家村、南茅部町市町村合併調査室が設置されると、4月21日に、函館市、都井町、江山町、都戸北家村、 南茅部町市町村合併研究部会が、ついで7月31日に、第1回、函館市、都市町、江山町、都戸北家村、南茅部町任意合併協議会が開催され、協議会は、計3回重ねられた。9月に入るとまず、江山町議会が16日に合併協議会の設置を、可決したのを皮切りに、都戸北家村、17日、都市町、24日、 南茅部町、25日、旧函館市、26日と、各市町村議会で順次設置が課され、9月29日に、函館市、都井町、江山町、都土北家村、南茅部町合併協議会、以下、合併協議会が設置されるに至った。合併協議会は2003年9月30日の、第1回に始まり同年中に第4回までが、開催。 翌2004年、平成16年11月4日の第9回まで行われた。その間2004年3月29日の第7回協議会で、同年12月1日を合併期日とする合併計画が決定。翌月4月23日には、函館市内で合併協定調印式が挙行された。11月10日、旧函館市への編入に関する、 総務省告示第八百七十九号が告示され、二千四年、平成十六年十二月一日、告示の処分の発行により、都井町を含む三町一村は、旧函館市へ編入。ここに改めて、函館市が誕生し、都井町としての歴史に幕を下ろした。総務省統計局の国勢調査による、函館市への編入、二千四年以前の旧、都井町域人口変動。 2004年以外は、各年10月時点、2004年のみ2月時点。漁業、養殖が盛んで、昆布マグロウニタコカレーが、水揚げ金額の上位5位を占める。2001年、平成13年の北海道水産原生では、ト井町の漁獲港は、約31.2億円に上り、これは、江山町とと共に、同年の、旧函館市の漁獲口、71.8億円の、 約4割弱に相当した。かつては、岩子も、坂に取られ、西五店ならぬ、岩子五店が立ち並んだ。北海道本州間の最短距離は 17.5km で、北海道側の基準点が、都井町塩首岬に、本州側の基準点が、津軽海峡の対岸である、青森県大間町の大間先にあり、晴れた日には、大間町を死人できる。百七十一年。 昭和46年に、両長官のフェリー航路が開設されたのを契機として、同年に姉妹町となり、都井町が函館市に編入され、都市所となって、以降も、地区の文化祭や、音楽祭、駅伝大会などで交流が続けられている。あざ名、郵便番号ともに、函館市編入以前までのもので、編入以降のものとは一部異なる。二見町については、 箱館市に編入され、町名として整理される際、同じく編入された南茅部町二見町と読みが、重複するため、新二見町となった。また末尾に、町のつかなかった、小安山、丸山についてはそれぞれ、町を付した、小安山町、小安山町、丸山町、丸山町に変更されている。2016年4月現在、旧町域に、 鉄道は不設されていない。1937年、昭和12年以降、商船都い線の建設が進められたが、資材不足などで開業できず、1943年、昭和18年以降、工事は途絶し未成線となっている。塩首岬崎灯台付近に現存する、都い線のコンクリート製、アーチ橋は、北海道の産業遺産に指定されている。対象期。 昭和前期にはすでに複数の会社によって、函館市街と、豊村とを結ぶ路線が運行されており、特に河海岸自動車は1932年、昭和7年に、床は都度北家間の約 48km にわたる乗り合いバス路線を開通せている。1942年、昭和17年、太平洋戦争の戦局悪化に伴い、北海道における、 旅客自動車運輸事業統合要項が発表されると、か海岸自動車を含む函館地区、大島、檜山市長管内のバス事業14業者は、新設される函館乗り合い自動車、現在の函館バスへ統合された。1944年、昭和19年6月には、旅客自動車運輸事業決戦非常措置数値により、指定を受けたバス路線以外についてすべて、 休止するよう通知がなされたが、ト村内を走行するバスについては2路線、連絡路線が指定を受けていた、休止の対象外であったため、村内、バス路線全滅は免れた。2016年4月現在、九町域には、函館バスによる路線バスが運行されている。1993年、平成5年に、建設省、当時の 第11次道路整備5カ年計画をもとに、津軽海峡大橋構想が持ち上がると、都井町は、対岸の大間町と共に、本州、北海道連絡橋大間、都井ルート誘致推進協議を設立し、河橋に向けた活動を推し進めた。ルート案には未成に終わった、鉄道省都井線の経路に近い、下北ルート、塩首岬大間崎と、現在の青函トンネル。 北海道旅客鉄道 JR 北海道警戒協線の経路に近い津軽ルート白上岬崎っぴ岬の2案があったが2015年平成27年現在いずれのルートも実現していない楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください